ファイザー社のワクチンに続き武田モデルナ社のワクチンのの接種が始ままっています武田モデルナ社のワクチンはファイザー社のワクチンと同じくメッセンジャー RNA ワクチンという種類のワクチンです。新型コロナウイルスが人の細胞に入るために鍵となるスパイクタンパク質に対する免疫を作るものです。ファイザー社のワクチンと同様の 安全性と有効性が確認されています有効性については有効率95%のファイザー社製と同様に有効率94%と非常に高い発症予防効果が確認されています接種後にはファイザー社製と同様に接種した場所の痛み、疲労感、頭痛、筋肉痛などが 報告さされれてていいまますが、重大な副反応はは臨床試験では確認されていません。単純な比較はできませんが、臨床試験の結果では、ファイザー社製に比べ、これらの副反応の発生頻度がやや高く報告されているほか、接種から1週間ほど経った後に、接種した場所の痛みや腫れが見られることも報告されています。 これらの症状は、数日以内に回復しています。米国では、接種後のアナフィラキシーの発生頻度は、100万回あたり2.5件と報告されており、ファイザー社製の4.7件とほぼ同様です。万が一、アナフィラキシーが起きても、接種会場において、医師や看護師が必要な対応を行います。 武田モデルナ社のワクチン、ファイザー社のワクチン、いずれのワクチンも有効性と安全性が確認されていますので、皆様に接種をお勧めしています。接種の機会を得られる時に、ぜひ接種していただきたいと思います。